ハンマ岩尾先生です。2016年、スルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり、一億円投資近くをしておりましたハンマ岩尾先生です。2017年は世界第2位でした。現在スルトレーダーは FX 統一となっております。そのハンマ岩尾先生が紹介する最新のインジケーターをご紹介いたします。こちらは現在まで過去5000時間前から現在までの勝率 100% というシグナルだけをちょっと分析させました。投資数が2回とか、現在の1行目は現在のパーセンテージと投資するとピップ数ですね、平均1回のシグナルでの決算までのピップ数利益ですね。で 2行目が一番いいデータを書き換えております。分析させ、人工知能で分析しております。これは残り分析時間ですね、黄色になってから3395秒あと残りありますよと。またいいの見つけると1時間になっちゃいます。今1時間になっちゃいましたけどね。またいいのが見つかりました。 100% の3個投資、こちら 100% の 7個ユーロ AUD ですね。こちら勝率 100% の3回シグナルが出てます。平均ピップスは413になってます。5000時間前から現在の、分析です。これは6回ですね、100%。1回の平均ピップスの利益は 239.667 ピップスになります。分析がこれ0になりますと、この2番目でシグナルを送り出します。まあ3295秒前ですね。見つかるとまたリセットさらめして1時間になります。3600秒になります。他かはどれも見つかってませんね。100% のシグナルは出ておりません。どこも 100% のシグナルは出てません。出てるのは5つですね。1、2、3、4、5。というわけです。この投資数で2回、括弧されてるのが3個、7個、3個、6個ってありますね。100% 2個。まあ、この、シグナルだと、2番目に見つかったシグナルの設定値だと、100%、5000時間前から、ね、現在までの間では 100% 2個勝つ、こちらは 100% 3個、 100% 7個勝つ、 100% 3個勝つ。これはハイアンドロー社の1日バイナリーオプション用です。朝6時に決算されます。これは指定のね、MT4 じゃないと21時間時間が合いませんので注意してください。21時00に決算されてます、ね。こういうのをや今度用意しました。これも出品すると思いますけどね。これうまくいったらまた100億円稼げるか稼げないかっていう感じですね。稼げないか100億円稼げるかですね。でこういうシグナルでいいと、この通り打てて本当に勝てるかどうかですよね。現在まで分かってるんですよ、過去から現在ね。で今後も同じように通用するかということですよね。そういうことなんですよね。でこちらはハイアンドロースプレッドにも対応しますね。時間が大体9時から締め切り1時間ぐらい前までね、朝の5時までシグナルが出ます。よかったら出るという感じですね。こういうもんですね。どうかな、こんなので勝てるかな。まあこういうシグナルですね。設定何もございません。これは設定は何もございません。設定つけようかなということも考えてますけど、まあないと思いますけどね。まあつけるかもしれませんか。まあ状況によってね、ややこしくなるんでね、設定値が。100% 分析のインジケーター、バイナリーオプションの、1日の
ですね、朝方6時計算されるハイアンドロー社の1日バイナルオプションのインジケーターです。 100% の勝率も見つかっているのは6つですね。あとドルも見つかってません。無料版の出力出して USB JPIO は出てこないですね。全然出てきません。これもちょっと出品めんどくさいからちょっとわかんないけど、まぁ、ちょっとね、様子伺います。多すぎてね、出品がね、管理がめんどくさいんですよ。そんなことで欲しいっていう方がいらっしゃったら用意しましょう。 100% 欲しいって言ってね、だからね、30万しかですけどね、リース、資源管理用で30万。まあ、そういうことで 100% 勝率のインジケーターができてます、ね、これは24時間1日のバイナリーオプションの1日のバイナリーオプションです。朝6時に計算されるタイプですね。朝9時から朝方の5時まで、次の日のね、が投資時間となります。まだ試作でバグはあるかもしれませんけどね。ではどうもありがとうございます。バイナリーオプションスペシャリスト社の半間陽先生でした。